はい、竹人です。今日は新しい紙飛行機のレビューをしようと思います。はい、というわけで今日お届けするのはこちら、パワーアップ 3.0 です。紙飛行機にね、プロペラとモーターをつけて、まあ、飛ばすようなおもちゃなんですけど、この手のやつね、最近結構流行ってて、まあちょっとしたね、飛行機みたいなのを iPhone で操作しながら飛ばすみたいなやつが結構出ています。でこれもですね、同様なんですけど、なんと紙飛行機にプロペラと、まあ動力のモーターとかをつけてね、 iPhone で操作をして飛ばすっていうおもちゃになります。でとりあえずね、この箱だけ見せてても面白くないんで、ちょっと中身をね、開けて出してみようと思います。これがですね、ちなみに、スウェーデンから届いているわけですね。はい、じゃあまず段ボールを開けると、あ、こんな感じだ。はい。こういうふうに、ね、紙飛行機に動力とプロペラがついているんですね。で、iPhone で、ここ、Bluetooth で通信をして飛ばすのかなっていう感じになっております。で、ここね、ちょっと見えてるんですけど、本体見えてますね、ここに、ね。こういう感じ。で、裏にはね、こんな感じで、まあ、各部の説明、まあ、説明って紙飛行機ですけど、どうも iPhone でこういう操作ができますよ、みたいなのが書いてありますね。どっか行くのかな、この辺かな、この辺ちょっとカッターで、ね、ピッと行って。はい、それでは中身を出していこうと思います。これをね、こうやってスライドさせるのかな。こういう感じになります。で、ここはただのプラスチック蓋なんで、外しちゃいます。そうするとこういうものですね。なので、これで、ここ開けるんです。削れない。で、蓋をパパッとやると何が入ってるんだ、なんかいろいろ入ってるな。あ、なんかいろいろ入ってますね。こんな感じで。いいかな。で、ちょっとずつ中身出してみましょうか。はい。まず USB ケーブルでしょ。え、何これ、なんか変なの。あ、なるほど。これ、なんかわかんない。黒い四角い箱。それなんだろうな。なんかここについてますね。これがちょっとなんだかわかんない。あ、これあれだ、羽だな、多分。羽の予備がついてますね。折れちゃった時用の羽の予備みたいなのがついてます。ただ、あとは説明書各種が入っているのかな。これなんだろう。あ、飛行機の折り方の、飛行機の紙だな、これ。こうやって折ってくださいね、みたいな。飛行機。あ、これもそうですね。飛行機の紙がこう3、4枚入ってますね。だから紙をあえて用意しなくてもこの通りに折ればできますよみたいな感じですね。でこれ説明書ですね。説明書、まあ、当たり前ですけど全部英語の説明書がついてます。でこれが本体ですね。ちょっとね、外していこうと思います。はい、取れました。ちょっとね、お見せしましょうか。はい、ここにプロペラと舵がついてるんですね。で、細い、これカーボンなのかな、カーボンのシャフトで前のこの操縦部分につながってますね。ここにね、見るとチップがついてます。あとモーター、小型のがついてるんだろうな、多分。なのでここでこのアンテナでね、 Bluetooth をこのチップで受信をして、そのモーターでここ指示伝わって回るっていう感じでしょうかね、はい。充電はね、ちょっと見づらいかもしれないですけど、ここにね、 USB の口がついてるんですよ。見えますか、ここの口に USB をつないで充電すると。あ、充電できるんだな、これで。これ持ち歩く用の電池で、多分ね、これをこう外して、ここに差し込むと充電できるんじゃないかな、これで。あ、ほら、充電されましたね。なんかつきました。ついてるの分かります？ピコピコ。で、これが今充電中っていうことみたいですんで、これでちょっとね、充電しないと動かないんで、まずこれは充電しようと思います。はい、それではですね、充電をしている間に紙飛行機を折っていこうかと思います。こういうやつと、なんかね、3枚あるんで3パターンぐらいあるんだろうな。これ多分長い、縦長いタイプなんだろうな。これ横広いタイプですね。この説明書の4748ページを見てねっていうことみたいなんで、まずそこ見てみようと思います。4748と、あ、ちゃんとこうやって折り方がね、順番通り書いてあるな。紙飛行機折れない人、こうやって折るといいよって書いてあるんで、ちょっとこれで折ってみようと。
あ、これ逆になってるな。こっちこうじゃないや。こうだ。こういうふうに。こうやって折って、こう。はいはい、こうしてるの。そしたら、ここを、これ半分に折ります。はい、こういう感じでできましたね。ついに。で、そしたら、もうあとこれくっつけて終わりかな。ちょっとまだ充電できてないんですけど、これで、ここにね、こういう感じでくっつけるでしょうね。これと、はい、こういう感じでできました。はい、これ一応完成かな。紙飛行機のね。これで、まあ、ここが回ったら飛びますよ、ということになります。はい、それではアプリケーションのインストールをしていこうと思います。まずは、App Store に行きましてですね、Power App で検索します。はい、出てきましたね。このソフトね。これが無料なので、これをインストールします。無料でインストール。はい、インストールが終わりました。こんなね、なんか、操縦席から見たような風景みたいなのがありますけど。で、これでね、飛行機とペアリングをすることによって操作することができるということです。で、このガレージの中で飛行機を飛ばすことはちょっとできないので、狭すぎて面白くないんで、広い公園の方に行ってこれを飛ばして皆さんにお届けしようと思います。飛行機を飛ばすために、紙飛行機飛ばすために、都内某所のだらっ広い公園に来ました。ちょっと人のいないとこ見つけてやってみようと思います。はい、それでは広いとこに来たのでちょっと飛ばしてみようと思います。なんかこれで、おい、行くダーンって落ちます。一気に突き刺さった操作を掴んでいい感じになったんですけど、木にやっちゃいました。見える、ここ赤いとこに刺さっちゃったんでちょっと下ろします。取れんのかなこれやっちゃいましたね。早かったっすね。何度かやりゃいけんじゃん。いけますかね。一生懸命おっさん二人で木の枝を投げて取ろうとしてます。あ、やった。あ、ついてる。あ、よかった、取れた。そのままフライトすればよかった。取れました。だいぶ上がってきました、おっさん二人で。ただ走んなきゃいけないんで疲れる、これ。じゃあまた再び行ってみようと思います。あ、結構行きますね。走って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 、あー落ちちゃった。いかんせん電池切れるのが早すぎて疲れます。10分持つとかだけど10分飛ばないな、これ。風がないところだとこっちの方が滞空時間が長い。それ風あるところがそっちの方がいいですね。これ滞空時間だから風にでも弱い、非常に。あっちな。